デンマークの皆さん、こんにちは。私は日本の東海大学の水島久光と申します。文化社会学部でメディア研究とコンテンツ分析を担当しています。コペンハーゲン桜フェスティバルには昨年に引き続きの参加となります。テーマは「鬼滅の刃」の続編ということでお話をさせていただきます。まだ 映画やテレビ番組アニメをご覧になっていない方には重ねてネタバレとなりますことをお許しください、えー、昨年、えっと、このお話をした頃「えー、鬼滅の刃」はまだ映画の無限列車編ですねの大ヒットが続いておりました。 その後ですね、えー、まああの公式にはロ、えードショーはですね、えー、7月末までということで、えー、まああのー、その後もまあ小さな映画館とかではですね、えー、やってるところもありますが、興、え、行、ー、収入はトー,トータルで400億円を超えるに至りました。えー、まあその当時はですね。 えーまあ、メディア全体がです、ねあのえー、もう社会現象であるということで、えー、大変沸き立っておりました,、えー、ただ、私はです、ねえー、昨年、この講演でも少し、えー、お話をしましたが、えー、冷静になって考えるとです、ね、それは単なるコンテンツマーケティングの成功としてではなく、えーまあ、物語に描かれた 中心、えー、的なモチーフである鬼ですね、えー、その存在意義をまあしっかり考える必要があるあるのではないかという問題提起を、えー、昨年はさせていただきました、えー、鬼の日本文化史における象徴的な意味合いやそれからあこの物語が時代設定が大正時代であるということの解釈を通じて、えー、近代社会のですね、えー まあ人間のアクチュアルな悩みと苦しみをですね表現をするまあそういう物語だったとしてまあその点がですねあの多くの人々の共感を集めたとまあそれがヒットにつながったとそういうふうに分析をさせていただきました。というのもおまあその頃私はですねまあそういう分析を通じてえまあこのブームの先行きをですね 少し心配をしていたんです。2021年2月の14日に、有格編のです、ね、テレビ放送決定が発表されました。当然、ブームをつないでいくためには、ピークのうちに次の企画を打ち出すということはよく行われます。しかし、有格編は映画ではなく、テレビのシリーズに戻り、 しかもその時点では一体どこの放送局でいつから放送開始になるのかが示されませんでした、まあ、その辺りにこの物語をメディア上で展開していく難しさがあるというふうに私は考えていました大きな問題は言うまでもなく遊郭という舞台にありますそこは遊女と呼ばれる まあ、平たく言えば、えー、主にです、ね、人身売買によって性的労働を強いられる、まあ、そういった女性たちが日常から隔離されるように集められそれにまつわる凶楽が、まあ、システム化され、まあ、そういう、まあ、いわゆる悪、まあそれが遊郭であるわけなんですね映画の「無限列車編」では、まあ、多少フロイトの精神分析学的な 表現はありましたがまあそれでも子供にもなんとなくつかめる情熱や家族愛まあそういった物語として表現することができましたしかし誘惑が描かれるとなると当然欲望や嫉妬といった人間のダークな部分や貧困や差別あるいは社会の理不尽 といったもの、まあ、そういう表立ってはですね描きにくい事柄や社会的な矛盾というものを避けることができなくなってきます。また主人公である渦井天元のキャラクターもなかなかか複雑です彼は柱と呼ばれる鬼殺隊最高位の中でも2番目の年長者でしかも忍び、まあ、忍者ですね の伝統を提唱する、まあ、そういった一族に生まれ、えー、しかも3人の妻がいると。なかなかですね、えー、イメージする、想像するのが難しい、えー、設定です。でしかも、少なくとも相当に大人の役柄だということがあ印象づけられます、えー。無限列車編の主人公、お煉獄巨次郎の、えー、青年らしいストレートな正義感や、えー、葛藤とは違い、 まあ、エネルギッシュではありますが、えー、発言や行動に暗さや、まあ、ちょっと共感しづらい部分も、まあ、ありますしかもお遊楽編はですね、えー、早々と予告されたにもかかわらず、えー、ずいぶん、えー、我々に気を持たせました、えー、放送されるチャンネルもですね、えー、最初のおテレビのシリーズを放送した、まあ、どちらかといえばマイナーな放送局である 東京 MX からメジャーな放送局であるフジテレビに移すそういう発表があったのが7月の13日それから時間帯もですね23時15分からというかなり深夜帯の放送であるとそういう発表があったのが9月の6日で初回放送日が12月5日で1時間の特別枠であるとこれが発表されたのはなんと9月の25日でしたよくもまあこんなに えー、まあじらすことができたもんだというふうに思います私はそれは最初から仕込まれたティーザー戦略の結果ではなく、えー、送り手側が慎重に慎重を期したからではないかというふうに推測をしていますネット上では遊拐が舞台だということに起因するまあ炎上ですねまあそれが一部取り沙汰されていましたが まあ単純にですね、えー、批判を、まあ、どうやって避けるかといったそういう問題ではなく、えー、いわゆるまあ少年ジャンプ的な友情、努力、勝利の世界観から、えー、大きく物語を飛躍させ、まあえー、視聴者がですね、えー、その物語の主題に、まあ、こう足がかりをつかんでいく、まあ、それができるかどうかということの、まあ、難しさがですね、えー、この遊楽編の映像表現にはあると。 いう,ふうに私は考えたんです、えー、実はですね、えー、その無限列車編を私自身が見て、えー、まあだんだんこの「鬼滅の刃」という物語に夢中になって、えー、それからまあ単行本ですね、今日も後ろに単行本がザーッと並んでいますが、えー、っとこの単行本をですね、くまなく読み込んでいくという、まあ、そういう作業をするようになった頃から、まあ、実はですね、私の脳裏には、 えー、この「鬼滅の刃」とは全く別のもう一つの有名な物語が浮かんでいたんですね。その話をちょっとささせてくださいそれは南宗里見八伝です、えー、正確に言えばそれはですね「南荘里見八見伝、まあこれ」それはあの極定馬琴というですね、えーまあ、作家が1814年から28年ものの年月を介して表した江戸時代の 電気小説なんですけれども、えーまあ、それではなく正確に言えばですね1973年から75年の2年間、えー、今の日本にもあります NHK の,の公共放送 NHK のです、ねえー、中で、えー、計464話も放送された少年向,向けの人形劇、えーまあ、それに「新発見伝」というのがあったんですけども、えーまあ、その南総里見発見伝を元にして作った。えー テレビの人形劇ですね、えー。まあそのことが思い浮かんでたんですね。でちょうど私は、えー、まあこの1970年代前半中学生でした、えー。夢中になって学校から帰るとですね、毎日、えー、夕方18時半に、えー、テレビにかじりついていました。まあある意味、えー、新発見伝は1950年代から60年代生まれの、えー、少年たちにとってはですね、まあ我々の時代の鬼滅の刃 だったんじゃないいいかかとととうことも言えるかと思います、えー、犬とか鬼とかいった人ならざる者と人間の複雑な絡み合い、えー、そして、えー、異なる出自を背負った戦士たちが運命に引き寄せられて、えー、集い、えー、また助け合う、まあ、そういった展開などですね「えー、鬼滅の刃」と「発見伝にはですね非常に似た物語構造があります。 また登場する戦士たちのキャラクターキャラがですね漢字一文字で表されまた、えー、能力のシンボルとしてあざが浮かび上がってくるなどといったエピソード、まあ、こういったものなどですねこの2つの物語をアナロジカルに結びつける特徴は数え上げるといくつもありますただそうしたこともありますが私はそれよりも自分がなぜですね あのこのおまあ2つの物語をつなげて考えるようになったのかえ自分自身の経験というかですねえその連想のプロセスえというものに立ち止まってえ両者にえ共通するえマスターナラティブの働きまあそれを考えてみたいなっていうふうにえ思ったんです「新発見伝」はまあ子ども向きの番組でした。先ほど申しし上げましたように 原作は、えー、南相里見発見伝なんですがそれは、えー、江戸読み本というふうに言われる、まあ、当時のですね江戸時代の近世の、えー、大衆に広まったメディアコンテンツなんですねでそこのヒットによって、えー、その後歌舞伎やです、ね、人形浄瑠璃に発展していきましたまあテレビの新発見伝もその雰囲気を強く醸し出した演出がなされています でそれを受けて1970年代から80年代に、まあ、ちょっととした発見伝ブームというものが起こりました。でここで注目したいのは、えー、この2つの物語この発見「新発見伝と」と、えー「鬼滅の刃」ですね、まあ、これがですねともに具体的かつ複数の時代を指し示す歴史性というものを備えている点に、まあ、注目したいと思うんですね。 もともと南総里見八見伝の舞台は室町時代1440年から1480 14年代ぐらいまでです。でそれを、えー、極定罰金が江戸末期ですね、えー、1830年代から40年代ぐらい、まあ、この時代は天保という時代なんですけども基、まあ、金があったりとか、えー、経済危機があったりとか言って、えー、結構不安の時代でした。まあ、そのの時代の 大衆心理を意識しつつ書いた作品なんですねで、それを今度は媒介にして1970年代のテレ,ビテレビ番組のヒットが生まれたわけです鬼滅の刃も大正時代の不安定な空気を通じて江戸中期それから戦国期古くは鬼の総帥であるところの鬼仏寺無惨が誕生した平安期まで遡るという歴史のつながりを持っています この複数の歴史が連なっていくという構成は人間のですね記憶とは何かというかなり、まあ、哲学的な重要な問題と直接に関わっています。記憶それ自体が集合的なものであるというようなことですねそれについて、まあ、残念ながら第二次世界大戦で命を落とした モーリス・アルバックスという社会学者がいるんですがその社会学者がその記憶の集合性という問題を問題提起しました。で戦後多くの研究者がその影響を受けました。で一人の人間がまあ持つ自伝的な記憶とそれから社会的に広がる歴史的な記憶の間にはその外見上の対立を超える連続性があり私たちの社会には そこここにその2つの交わりですねこの交わりを生み出す場が設けられていますメディアもその一つですそしてその場の働きを支えるものが我々の語るという行為です戦後ポール・リクールという哲学者がその働きを非常に精緻に細かく分析をしました 時間と物語という1983年に書かれた彼の主張で、リクールは重要なテー、まあ、命題ですね、を提示します。それは歴史記述、まあ、歴史物語と言ってもいいかもしれません。まあ、それはフィクションで作られた物語と、構造的に同一の位置にあり、かつ相互に働,働きかける機能を持っている、機能を有すると。 そういうい主張です。これは「鬼滅の刃」や「新発見伝」に非常によく当てはまります。というのもいずれもです、ね、具体的な事物人物に即したある程度的確な歴史認識を起点にして、まあ、時代をこう縫い合わせるように、まあ、ナラティブを作り出していくとそういう型を持っているからな それはですねある意味テレビというメディアが生み出したストーリー作りの形式にも引き継がれていきます、えー、物語全体が大型化し、えー、複数のプロットが多生性,性ポリフォニーっていいますね、えー、それを出現させるメカニズム、まあ、これが、まあ、テレビが作り出していくわけなんですが、えー、視聴者あるいはまあ読者と言ってもいいかもしれませんは 大人も子供もですね、そうやって縫い合わされるさまざまな登場人物と出来事の断片に支えられて、描かれる大きな物語ですね、まそれに参加するわけです。で、参加して、自分が歴史の当事者であるということを意識する。ま NHK はですね、今でも大河ドラマとか、朝の連続テレビ小説という、ま半年から1年をかけて、 まあ構成をしていく大型ドラマ、まあ、こういったものをですね NHK 同局の看板番組ですね最も代表的なコンテンツとして掲げていますですが、まあ、こういう形式というのはですねある意味その放送される時々のイデオロギー、まあ、時代精神っていったらいいんでしょうかその時代の空気、まあ、そういったものをそういう形に持って反映されて、まあ、そこに反映されていくと。 いうふうなメカニズムを持っているわけですね。で、私は、こうした形式の特性を、え、大河星という言葉で呼んでみようというふうに考えています。大河星、大きな川って書きます。日本語では。えー、日曜8時に放送される、N. H. K. の歴史ドラマは、えー、まあ、大型ドラマはですね。大河ドラマと呼ばれています。 ですがこの呼ばれ方は1970年代ぐらいから始まったようです。えー、なぜ、えー、この大きなドラマと大型ドラマを大河、えー、ドラマと呼ぶようになったかというとですねもともとは、えー、フランスに大河、えー、小説と呼ばれていた、えー、物語ジャンルがあったようなんですね。えーまあ、そのネーミングはですね1922年に、えー、批評家のアルベール・チボーデ とといいうう費用がででですすね小説ののの構成という本の中で取り上げたものですどういうものかというと、ですね20世紀前半のフランス文学では、時代の様相を描き、人生、登場人物の人生の相和ですね、それを集めたものが、大規模な構成を作っていく、それがこう小説の中にいろいろ盛り込まれていくと。 まあそういった小説、まあ、連鎖小説という言い方もあるかと思いますけれども、それがこの時代には数多く発表されたということを、まあ、ち、えーまあえー、そうては、ね、1922年にまあ同時代的に指摘するわけです、えー。世界一長い小説として知られる、えー、マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」という小説も、ですね、まあ、このジャンルに属するものとして、ちぼうては批評し、またあのリクールもですね、 えー、そういうものだというふうに、えーまああのー、論じています。えー、でまあ、あのー、多くの登場人物とともにですね、その時代のリアリティとフィクションが交錯、えー、する、まあ、対話的なの場ですね、えー、それを、まあ、かつてはですね、NHK が一つの放送局で、えー、やってたわけです。それもしかも、えー、成人男性から女性、子どもたちまで、 さまざまなターゲットをメインターゲットにして意識していろんな番組を制作し、まあ、そこから社会的なブームが作り出されていた、まあ、それを考えるとですね、まあ、テレビの持っていたパワーの大きさあるいはそれ自体がマスメディア時代の象徴のような話だなぁなどと思います、えー、今日の「鬼滅の刃」のブームが出版テレビ映画、まあ、さらにはネットといったメディアが 複雑に絡み合うことによって生まれているということと、まあ、大きく違いますよねまあこの対比は、えー、メディア史の研究の意味でも非常に興味深い論点じゃないかなというふうに思いますさてそうした対話性という意味では今回の有格編は実に重要なターニングポイントを担っていたというふうに言えますそれまでの炭治郎立志編から無限列車編までは まあ、鬼と人間が戦う、まあ、その中で徐々に強敵と出会い、それを克服していく、困難を克服していくという、まあ、どちらかというとゲーム的なです、ね、大きなスト,ストーリーライン、まあ、これを固めるプロセスだったかというふうに言えます。えー、そこまで、これまでに出会ってきた鬼についても、まあ、戦いが終わって消える寸前に人間だった頃の記憶をかすかに、えー、取り戻す、えーまあ、それに炭治郎たちが耳を傾けると。 というシーンがいくつも描かれてきましたが、まあ、それが、えー、と実はこの遊郭編のクライマックス,クックスでは、まあ、前景化つまりかなり強調されて、えー、最後に描かれるような形になります、えー、牛太郎と妲己という、えー、兄弟一体となった鬼上限の鬼なんですけれども、えー、それが遊郭に住むといった設定は えー、貧困や、えー、ジェンダー差別、えー、といった複雑かつ深刻な社会問題が、えー、彼らが鬼となった背景にあることを我々に突きつけてきました、えー、遊郭は、えー、苦害、まあ、悪所ですね悪いところとして位置づけられる一方で、えー、きらびやかな江戸文化を継承する場としても、まあ、語られてきた部分がありますね。 えー、しかし、えー、この遊郭ももともとはあ、まあ、江戸時代にこう非常に発展したものなんですが、えー、近代社会があー、まあ、ヨーロッパからもたらされた明治時代になりますと明治5年に「減少期解放令」といった法律が作られまして、えー、人身売買が表向きに禁止されます。まあ、これは、まあ、近代社会のの前提ととなる人権というものを えー、大切にしていくという流れがこのあたりから始まっていくということなんですが、えー、まあ、そういう流れがですね、えー、徐々にまあ対象デモクラシーといった時代に、えー、流れ込んでいくわけです。まあ、その中でユ、えーロクは近代と中世的な中世の時代のまあ、名残といったものが、えー、攻めぎあう、えー、光と影のコントラストがまあ、描かれる場所となります。まあ、それで。 まあ明治時代から大正にかけてはですねさまざまな日本では文学作品の、えー、舞台まあ対象となっていくわけです。江戸時代の最下層民であったあ牛太郎と妲己が、えー、鬼となって、えー、時代を超え社会システムの矛盾に押し込んだ人々を食べて、えー、生き続けると、えーまあ、こ,ういうなこういうストーリーなんですけれども。 えーまあ、そこにですねしかもすっかり対象、えー、をモダン化した装いの、えー、鬼の創垂、えー、鬼物児無残が、まあ、絡んでくるわけです、えー、特に妲己が、えー、無残に寵愛されるようなシーンはですね、まあ、我々人間の歴史を織り成している、まあ、欲望というか、えー、そういった原理が変わらないということを訴えているように見えます、えー、ともかくこの遊郭編以降 物語は徐々にヒーローである柱とカウンターヒーローである獣人気づきの鬼たちが戦う、まあ、その鬼たち各々の悲劇をです、ねまあ、この大河のドラマの中に取り込みそして各々のの善悪がです、ね、分かれるこれが極めて偶然的に分かれた結果なんだというようなことをです、ね、浮かび上がらせていくわけです。 これが実は近代社会の人間のアクチュアルな悩みと苦しみすなわち人間の死をいかに扱うかそういったことに連なっていく「鬼滅の刃」を支えるもう一つのテーマ主題ではないかと私は思っています。それととともにこのの編では人間と時間時多様な関わりが 描かれるようになっていきます無限、えー、すなわち、えー、無時間であることを第一原理として支配を広げようとする鬼、まあ、それに対し、命の有限性、まあ、命は終わるものであると、えーまあ、その一つの節目としての死ですね、まあ、それを受け入れて、まあ、あの記憶と思いを仲間、それからいろんな関わる人々にシェアしていくと。 その結果として永遠という時代のつながりが生まれていく、時間のつながりが生まれていくと、これを理想とする人間、この鬼と人間の対立はですね、人間が時間の中に生きる存在であるとともに、時間を超えていく存在でもあると。これは実は哲学者、ハイデガーの存在と時間のしたるテーゼでもあるんですが、ここに詳細に描かれる 鬼と人間の戦い自体がえ実に興味深いことに、えー、パワー力の勝負ではなく、えー、多層的な時間のコントロールですねこいろんな層になった時間をコントロールしていくということに確信があることがほのめか,ほのめかされていくわけですね、まあ、それでなんとなくこう入ってくる、まあ、そういうふうな物語になっていくわけです、えー、結果的に 2月13日にシリーズ最終回を迎えた遊楽編ではタイムシフト視聴も含めたレーティングですね視聴率は深夜帯にもかかわらず20%を超えブームが決して一過性ではなく、まあ、あの去年とはちょっと違いますけれどもコンスタントにしっかり続いていくということが証明されました。 まあそれだけでなく、えー、まあこの展開はです、ね、メディアコンテンツの対画性というものが作り出される、まあ、その,、まあ、なんていのすかメカニズムにです、ね、新たな扉を開いたといえます。えー、最終回終了時に次の刀鍛冶の里編もテレビ放映される予告がなされました、えー、映画「無限列車編」の時の喧騒とはちょっと異なる形で 今後もこの物語が重ねられていくその基盤がですね、今回の遊郭編で固まったというふうに思います。昨年は最後に、この物語は最終的に炭治郎たちが無残に打ち勝って、平和が訪れた後一気に現代社会にワープするということですね。これにに関する疑問について昨年は お話をしましまた、えー、そこには、えー、第二次世界大戦もその後の世界各地で起こる紛争も大きな自然災害も一切描かれていないということが、まあ、大変不思議であると、まあ、そういうふうに申し上げたと思います、えー、ただまあそこから1年が経ちましたこの1年でこの物語を受け止め我々も大きな変化に直面しております私もまさかここまで 平和という概念が、えー、真剣に切実に議論すべき対象になる大きな問題になるとは、まあ、正直思っておりませんでした、えー、だからこそをこの現在においてまあ、鬼滅の刃誘拐編の最終回が、えー、直接的な戦いを終えた後の語りにたっぷりと時間を費やしているということまあ、その意味をですね 考える必要があるのではないかなというふうに思っておりますさてさてもしかすると昨年以上にやや観念的な抽象的で理屈っぽいお話をしてしまったかもしれませんしかも有格編については超ネタバレになってしまいました本当に重ねてお詫びを申し上げます今回も興味を持って聞いていただけましたら幸いです えー、ありがとうございました。